ちは、ギタリストの大橋秀幸です。今ですね、ちょっとデモ演奏の方を聞いていただいたんですけれど、 LINE6 の POD5 ですね、これで、サウンドメイキングして出してたんですけど、なかなかのエフェクターですね、マルチエフェクターですね、いろんな音がリセットできて、弾いた音色ですね、5音色ぐらいあったんですけど、それを今からですね、ちょっと詳しく説明させていただければと思います。お願いします。はい、最初はですね、この01の A っていうところにコーラスのアルペジオってここに入ってるんですけど、アルペジオをですね、音色を詳しく説明していきたいと思います。ここからですね、このボタンでここで使ってるエフェクターですね、並んでるんですけど、コンプが先頭に入ってます。でずっとパスして、あとアンプですね、アンプモデリングで、スピーカーがあって、最後ボリュームだけ噛んでるんですけど、途中からですね、このディレイをこのマニュアルモードでオンオフですね、これで途中からこの曲のテンポのちょっと不点八分になるような感じだったんですけど、このディレイをオンオフしてました。はい、そしてですね、ここのオンオフなんですけど、このモードだと見やすいですね、ちょうどこのペダルにエフェクターがアサインされているんですけど、ここがディレイになってるんで、曲の途中からちょうどこの曲の不点8分のテンポで、かかってる状態ですね。これで途中までプレイしてました。で、そのアルペジオに、不点8分になってから重なってくる音がですね、ちょっとクランチでフレーズを弾いてたんですけど、それがこの01の B になってます。で、どんなエフェクターが入っているかっていうと、先頭は今度ディストーションですね、これが入ってて、ちょっと歪みをアンプの歪みにちょっとブーストしている感じで、で、アンプはさっきと切り替わってブリティッシュフレキシー、マーシャル風なアンプになってます。こっちでクランチっぽくしておいて、で歪みをちょっと足してあげてる感じです。で、そのキャビも通った後に、フェーザーですね、フェーザーをかけてました。薄くなんですけど、こんなフェーザーがかかっていて、でこれも曲の途中でなんですけど、ここにディレイを入ってるんですけど、これでこのペダルですね、ここにディレイを読み込んでおくので、こんな感じで、今度は曲のこれですね、2分音符のテンポで返ってきているようになって、ちょっとミックスも大きくセッティングしてました。次はですね、クランチのフレーズからちょっと歪みが多くなって、こんな感じで歪みが多くなって、01の C にオクターブって入れてたんですけど、どんなエフェクター入ってるかっていうと、これですね、オクターバーですね、ちょうどオクターブ下の音が鳴るような感じで、でレベルもちょうど半分ぐらいにして、弦音と同じぐらいで返ってくるようにしてます。ですね、アンプのタイプもさっきのマーシャル風からちょっと変わってですね、ちょっと歪みが増えてる感じで、リバーブもちょっと、ディケイの短いタイプというか、ルームのリバーブでですね、ちょっとスタジオっぽい感じになってると思います。はい、で曲の最後ですね、ちょっとギターソロっぽい感じになってたんですけど、そこは01の D で、このリードって書いてあるんですけど、この音色ですね、でこのモードだけちょっと違う使い方をしてまして、
スナップショットですね。このラインシックさんのスナップショット機能、この同時押しで画面がちょっと切り替わったと思うんですけど、この1番と2番、これで同じエフェクトブロックですね、このブロック内であれば、アンプの歪みだったりディレイタイムだったりっていうのを切り替えるので、で1番のメリットは音切れがないってことですね。あのスイッチを踏んだ時にさっきのモードで使ってると多少音切れがあって気になるかなっていう方もいらっしゃると思うんですけど、このスナップショット出すと全く音切れがなく、こんな感じで音切れなく切り替わるので、この機能を利用してこっちですね、ハーモナイザー、これですね、スマートハーモニーっていうピッチで、この曲のキーですね、 B のマイナー、 B マイナーにしてちょうど5度上で音が一緒になる感じになってます。こんな感じで5度の音が一緒になっているハーモナイザーで、途中からですねスナップショットで2番に変えてるんですけど、そのハーモナイザーがオフになって、代わりにこのワウですね、ワウがオンになってます。こんな感じでギターソロの途中からこのワウになってエンディングまで弾いていた感じです。先ほどですねちょっとご紹介したスナップショットなんですけど、これちょっと詳しく知りたいって方が結構多いので簡単にちょっと説明したいなと思うんですけど、この今03の A ですね、ここにスナップショットモードにしますね。これでちょっと1番2番3番4番ちょっと使ってないんですけど、1番2番3番で違う音色になってます。でクランチモードから2番になると歪みとディレイが足されます。で3番は急にですねクリーンのコーラスがかかった。この3音色ここに入ってるんですけど、これが全部スナップショットで今呼び出してる感じで、ここに配列されてるエフェクター、これを違うエフェクターとかに変えることはできないんですけど、この使ってるエフェクターもこれでも十分だと思うんですけど、このエフェクターのパラメーターとかですね、アンプの歪みの量とかだったりそういうのをいじっても音切れが全くないっていうのが、とってもライブ向きと言いますか、聞いてもらうと多分一番分かりやすいと思うんですけど、コード鳴らしながら音色変わっても、こんな感じで全く音切れがないんですね。これを試しにですね、この3つのブロックにそれぞれ3つの音色を割り振ったモードで試してみますね。こんな感じですね、ちょっと、音切れが気になるという方はさっきのこのスナップショットモードで同じような使い方をしてみてください。ぜひ僕もちょっとこう音切れが若干気になるなっていう時はあるので、これはですねすごくライブ向きに使えるんじゃないかと思います。次はですね、本当にこれ簡単にいい音が作れるので、このプリセットの仕方ですねを簡単にご説明したいと思います。この05の A ですね、ニュープリセットってなってて、実際今開くとここにアンプですね、アンプとキャビネットとこのボリュームペダルですね、これだけ生きた状態になってるんですけど、これであとはもう簡単ですね、
まずアンプから、とこんな感じでもう回せば音が変わっていくので、これで好みの音をですね探していただいて、なんとなくこれかなとこう決まって、そしたらですね、このつまみがここに割り振ってあるので、ドライブをちょっと上げたりとか、ベースをカットしてみたりとか、こんな感じで作っていただいて、今度キャビネットいきましょうか。キャビネットを、これもですね結構回すと音が変わっていくので、自分の好みのですね音を探していただければ。で、僕結構なんとなくこれかなっていう感じで選んだ後に、このマイクのタイプですね、これも結構音変わるので、なんか結構迷っちゃうなっていう方は、結構直感でこう、あ、これかなと思ったら、マイクとかですね、マイクのこの距離、これでも結構低音の出方とか変わって質感変わるので、たくさんこういろんなのを聞くっていうよりは、直感で選んだ後にこれでちょっと音を微調整していただくとかも、割と早く自分の音が見つかるコツかななんて思います。で、ここに空いてるブロックがありますね。ここに、好きなエフェクター、こんだけ種類あるので、例えばディレイですね、ここから選んでいただいて、あとはもうさっきみたいにつまみで、こうやって選んでいただいて、もうこれでセーブ、この2つ押しでセーブ、これでもう05の A にはこの音が入った感じですね。で、ディレイをですね、例えばキャビネットの後に鳴らしたいとかいうのも、このブロックをこうですね、キャビネットの後と前とかで、ボリュームより後とか、そうすればディレイ音が、こんな使い方するのもこの直感で割としやすいですね。あといくつかですねエフェクトの方をご紹介したいと思うんですけど、もう初期設定でここに並んでる2つあるんですけど、ワウですね、ワウもこれもう本当初期設定で、今エクスプレッションの2でボリュームの方になってます。で、もうこれをですねちょっと奥の方までギュッと踏み込んでいただくと1の方に切り替わるんですけど、こうするともう、見ての通りワウがオンになってますね。こんな感じで、あとはもうワウの種類ですね、好きなワウをここで選んでいただくだけで、これでオフにもなるんで、これでもうボリュームに戻ってます。で、あと一つ、これ EQ か。EQ ですね。これも初期設定で先頭の方に来ているので、今オフにして使ってたんですけど、オンにしていただいて、こんな感じでトーン回していただいて、ローカットとハイカットですね。
簡単にトーンをいじることができるので、例えばギターを持ち替えた時とかですね、ギターによってサウンド違うのをこれで補正してあげるとかですね、使い方はいいかなと思います。はい、今回はですね、ライン6さんのポッド5をですね、詳しくご説明させていただいたんですけど、まあ、ここに来てポッドなんだっていうですね、これはなんかもう狙いがあると思いますし、使い勝手もとっても良くて、で HX 系ですね、使っていらっしゃる方でちょっと操作が難しいとか、音がこうなかなか自分の音が決まんないとか思っている方はぜひ触ってみてください。直感的に音も作れますし、軽くて小さくてですね、ちょっと若干こうヘリックスとかをスタジオに持っていくのきついなっていう方とか、これは本当軽いのでギグバッグとかに入れて持ち歩けますし、アウト系もですね、今回は全部 LINE で、ステレオで出してたんですけど、アンプアウトとかもついてますんで、もちろんスタジオでアンプ使う方ですね、キャビネットを通らない状態でインプットできるので、そういう使い方もなかなか使えるかなと思います。自宅で練習とかですね、あとはちょっとしたセッションとか、これは持ち歩きたいなと思ってますので、実際にもう本当触っていただくのが早いかなと思うので、どっか楽器屋さんとかですね、見かけたら触って音を出してみてください。ぜひお願いします。大橋秀幸でした。